はい、皆さんこんにちは。やっていきましょう。マイクラ実況パート8やっていきたいと思います。じゃあひろきさん、今回は何やります？あれちょっとね、遠くに行きたいんですよ、僕。冒険つうものをしてみたくて。あ、ひろきさん、え、ちょっと待ってください、待ってください。前方、いるじゃないや。村発見しました。ほら村。あ、本当だ。あ、村だ。村人さんいますかね、これ。あ、さっき見たよ。あ、いました？外に出てた、夜でも。夜でも果敢だな。スリルを楽しんでたみたい。ド変態じゃないですか。すんげえダッシュしてたけど。こんにちは、こんにちは、こんにちは。はぁって言われて、はぁって。誰だよお前みたいな。やーば、びっくりした。あの、今回ビッグなゲストが来ていらっしゃいます。じゃあよろしければ、はい、自己紹介お願いします。恥ずかしいよ。恥ずかしくないですよ。どうも、じゃあ鎌田マンです。はい、鎌田さんです。やる気あるんで。この中地おまし。いや、やめてくださいよ、ちょっと。はい、まあそんな感じで今日頑張る。こっそり僕はこのサーバーに何度か侵入したことがあるんですよ。誰も気づいてないかもしれないけど、この中地の家の右側ですね、これ。僕が家を作ろうとしたかすかな跡みたいなのがあるんですけど。じゃあ今回はですね、じゃあ鎌田さんの家作っちゃいます。ぜひ。いや、中地、こんなところでちょっと時間が私来てしまいましたので。ごめんなさいね。じゃあ、そう、いや、痛いですよ、ちょっと。な、何してんですか、びっくりした。ちゃちゃ入れながら、まあ、一緒に、まあ、女子会的な感じでやっていこう。まあでも、じゃあ早速、はい、地下作りやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあちょっと私、女子会の雰囲気を出そうと思って食べ物持ってきたんで。可愛くない。え、可愛くない。いや、可愛いでしょ。可愛いよ、可愛い。投げは塩味。はい、お待たせいたしました。地下室完成いたしましたよ、すずさん。イエーイ。3、2、1、これでサップ受け。今回は牧場を作りたいと思います。お前ら、ほらほら、寄ってきた寄ってきた。あ、ほんとだ。皆さん見てください、こうやって小麦を、ほら寄ってくるんですよ。ほらほらほら、かわいい。あ、こうやって、かわいい。あ、できた。できた。いや、これ言っちゃダメだったら。生まれましたね。生まれましたね。できたはダメだった。牧場完成しました。イエーイ。イエーイ。お前たち、よく頑張った。よく頑張った。はい。あと牧場も先週あたりにすずさんと一緒にやりました。ああ、すずさんと。なので、はい。すごい。すごいですよね。うん。焼肉何人前だよ。え、食べるんですか。今日は以前見つけた村に行ってみようと思います。懐かしい。懐かしいところですよね。あ、そうですそうです。ほら、着きました皆さん。あれ、自分の家どこだっけ。いや、もう忘れてんじゃないですか、完全に。僕はもうベッドの中に入ってますよ。早っ。ちょっと、私のところじゃないですか。何やってんですか。あれ、俺これじゃなかったっけ。違う、違いますよ。覚えててくださいよ、自分のところ。あった。あ、すっげえなんかひどい、はい。え、ひどいですか。ちょっといいですか、お邪魔します。ちっちゃい魔法使いがいた。いや、やばい。役付けされましたから。あー、ラリってる。ラリってません。でもむしろひろきさん、なんていう名前しますか。ほら、かっこいいですよ、ひろきさん。あ、これサムネイ決定ですね、さっきの。お、かっこいい。ほら、かっこいいですよ。じゃあ、色白で。色白？白いんで。うん、ちょっとネーミングセンスがよくわかんないですが。なんか後ろからなんか見えますが、はい、じゃあ、実はですね、皆さん。ちょっとチラチラ見てる。私、ピラミッド見つけたので、はい、ピラミッド探索をやりたいと思ってます。じゃあピラミッド到着しました。待ってください、ここ一応村とつながってる。え、何ですかこれ、村とつながってるんですか。そうなんですよ。かなり珍しくて、見つけた時わーってなったんですけど、夜になってしまって村人さんがみんな死んでしまったという。本当に私のせいなんですよ、全部。じゃあちょっと穴開けてもいいですか。お宝だけは先に取って、じゃあこれちょっとリアルな、あれ。誰かが先に入って私たちの前に取ってしまって、で、プギャーですよ、プギャー、ザマーですよね。はい、皆さんこんにちは、やっていきましょう、マイクラ実況。私、ウームの中地します。早い。ひろきさんと中地のその微笑ましいですね、
掛け合いというのがやっぱり楽しいなと見てて、微笑ましいだってですよごめんなさい、キャラがよく分かんなくなっちゃいましたね微笑ましいだってだってだよね嫌な気持ち悪いですねひろきさんはどちらに来ました？上にいます。危ないですか？じゃあ中地さんともしかして二人っきり？いやそれは困りますねその言い方は困りますねクイパクイパクあれ？あれ？ノン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 、僕は初めに言いました、ダイヤを見つけた人の勝ちだと。大人げねえなあーなかったやったあじゃあの人さんのモノマネまで3、2、1。オタクはい、ありがとうございました